た？ももか？双子育児は毎日てんやわんや。旦那、アキトの帰りは遅く、休む時間は皆無。さあ、ふーた、ももか、寝ようか。いやー。説明しよう。私は今日、双子と共に公園へ行き、あちこち追いかけて体はバキバキ、足はもつれてヘトヘトになって帰ってきたのだ。やったんしよう。体力が底なし。やっと寝た。今日もほぼワンオペ。でも私にはお楽しみがある。今日はアキトは会食で帰りが遅くなるから、それはご褒美に買った可愛くて美味しいお菓子。あ、ただいま。私のお菓子が。どうした？会食じゃなかったの？それ、その食べてるのって？会食なくなった。連絡しなかったっけ？コンビニで買ったカップ麺食べたんだけど、甘いものも食べたくなってさ。これうまいな。どこのコンビニで買ったの？あー、ごめん、メッセージ間違えて母さんに送ってたわ。そのお菓子、ずっと食べるの楽しみにしてたんだよ。ラッピングも可愛いのに、ビリビリに破いてすごく人気で、手に入れるのも大変なんだよ。そんなん食べられたくないなら隠しとけよ。家族なんだから誰が食べたっていいじゃん。疲れてイライラしてるからって俺に当たるなよ。なんなのこの態度。メッセージ送り間違えてるし、勝手にカップ麺食べた挙句、私のお楽しみも取って。の、何切れてるんだよ。ホルモンバランス崩してんのか。怖っ。イライラすんなよ。私はね、ラッピングも綺麗に取っておこうと思ったのに、あと食べ方汚いよ。お菓子って少しずつお皿に出して食べるもんじゃないの？おいおい、食べちゃったのは悪かったけどさ、3粒残してるよ。食べる？あと、お皿の文化は俺にはない。じゃあ子供たちがこの食べ方したらどう思うの？友達同士なら問題ないだろう。私は問題ありありだと思う。はいはい、めんどくせ。ごめんごめん。だらしない。イライラが収まらず、友人に愚痴を聞いてもらうことにしました。あはは、きっと私たちとは感覚が違うんだよね。うちの旦那も凝った高級ケーキ出しても、100円のケーキ出しても美味しいって食べるよ。きっとアキトもやりそう。確かアキトさんって兄弟いたよね。うん、弟がいる。なら余計そうかも。可愛いお菓子とは無縁で、どっちが多く食べるかが重要みたいな。育った環境の違いはあるかも。確かにうちは兄弟いない。でもさ、すごい楽しみにしてたんだよ。すごい腹立つ。まあ落ち着いて。勝手に食べたことは反省してもらわないとね。あ、ねえ、子供だましみたいだけど、パパ専用のお菓子ボックスとかどう？お菓子ボックス？ここに入ってるお菓子は自由に食べていいよっていう箱。勝手に食べられることが嫌だったんでしょ？パパ専用の箱作ったよって双子ちゃんとプレゼントしてみたら？豪華ありそう。食べられていいのはそこに入れたらいいのね。旦那の行動にイラついていた私ですが、友人のアイディアによってこれからの喧嘩が減る気がしました。見て、アキト、これ子供たちと私からプレゼント。ここにあるお菓子はアキト専用ね。自分で買ってきたお菓子とかをここに入れて自由に取ってみて。ほら、この間私のお菓子で揉めたでしょ。ああ、翔子がめっちゃ角生やしてた話な。そう、私もあんまり角生やしたくないからさ、プレゼントだし今日お菓子を買い溜めておいたよ。子供の頃あんまり自由にお菓子を食べられなかったから嬉しいな。この間は本当にごめん。あれ、会社の後輩の奥さんも知っててさ、先輩ダメっすね、奥さんドン引きっすよって言われたよ。後輩くんナイス。翔子に食べ方を注意されて、確かに子供が真似したらやばいなと思ったよ。それとこれ、勝手に食べちゃったからお詫びの品。え？後輩と後輩の奥さんにお詫びした方がいいって言われてさ、これ美味しいって言われたから。ここのお菓子も有名なところのだよ。すごく嬉しい。10年勤めてて初めて会社の近くにこんな有名なお店があることを知ったよ。あの日勝手に破いて食べちゃったのもこういう感じのだっただろ。後輩くんのアドバイスにより私の怒りを収めた旦那、代わりのお菓子を買ってくれたことがすごく嬉しかったです。そんなこんなで私と旦那のお菓子バトルは終結。大人になっても可愛いものが好きで、子育て疲れの癒しを求めているママは私以外にもいるのではないでしょうか。
そんな気持ちを理解せず、私の癒しを平らげた旦那には怒り心頭でしたが、友人のアイデアで切り抜けました。今回のこともあり、旦那と子供の食べ方は気をつけたいと思います。今のところ、私が買ってきた激安スーパーのお菓子でボックスが潤っているからか、旦那もご機嫌です。これからはお互い大事にしていることを尊重し合っていきたいです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。